My name is Takumi Mizuno from Japan。 テロリストをイメージしたそのミリタリー調のコートをパッチワークで包み込むことで、そのモザイクのようなパッチワークで包み込むことで、テロリストが恥ずべき存在であるっていうことを主張する服を作りました。今回一番勉強になったってことは、その自分一人で作るものじゃなくて、その毛皮の会社の人とどう接していくとか、職人さんとどう話し合っていくとかっていうのが一番勉強になりましたね。ファーの価値があるのが一番で、もっとファーを一般的に広めていけたらいいと思っています。